こんにちは。こんにちは。豊さん。あんまり深くこう、かぶれないんだよね。なんでですか？マイクに当たっちゃうんだよ。マイクに当たってキャップがポンって。そうだよ。いっちゃうから。撮ってもいいんだよ。撮ってもいいんだよ、別に。あ、そうだ。新鮮ですね。やっぱり撮るとね。何が新鮮じゃん、アホ。なんで、豊さん、だって今年、ちょっとね、はい、豊さんのテーマが、こう風に何かなびくっていう感じって言われたじゃないですか。言ったかそんなこと。あのほらシウマさんが来てくださった。ああなるほどね。そうちょっと風に何かがなびく感じがいいですよって言ったので、はいはい、ちょっとキャップからなんかね、はい、ウィッグで風がなびいてもいいな。ちょっとウィッグもちょっと購入しないとな、ね、言ってたんですよね。ちょっと落ち着いたら購入しましょう。はいはい、はい、で話はもうちょっとあのこの YouTube に戻すんですけれども、はい、まあ、まあこれまでもやってきましたし、野球界では最強の〇〇っていうのが大好きじゃないですか。はい、最強の、ね、はい、2番打者は誰だとか、はい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 、まあ例えば最強のクリーンアップとか。ちょっと私ヤフーニュースを見ていたら、これ週刊ベースボールオンラインに載ってた記事なんですけど、はい、史上最強の1番打者は誰だという、はい、1番バッターに、1番バッターな、はい、はいはいはい、出てたんですけど、ただ、俺は対戦して、対戦したりだとか、解説者として見た中でしか喋らないよ。あ、そうですね。分からない人は無理ですよってことです。はい、じゃあ、ちょっとこの、ネットニュースに載ってる方の各球団のを見ていきますね。まずは、読売ジャイアンツ。はい。2007年の高橋由伸選手。はい、最強ではなかろうか、一番打者。これ1年だけでいいのかよ。まあ、中間ベースボールオンラインは2007年の高橋由伸さんをこう推してるんですよ。原監督が開幕戦から1番ライトで起用したっていう、はい、まあ、ところで、はいはいはい、で、はい、最終的に打率が3割308ですね、うん、で35本塁打で88打点をマークして優勝に貢献したと。はいはい、でその他にポンポンポンとポンポンポンとさ、球団ごとに上げてっていうの、うん、そこがどういう風に上げてるか。あ、了解です。で阪神は赤星選手です。はい、はいはい、で広島はどのか、あ、高橋義彦さんです。はい、で中日が、ね、え、高橋義彦さん、はい、で中日が高木守道さん、でヤクルトが青木宣親選手、 DeNA が石井拓郎さんです。はい、これセリーグ6球団。はい、パリーグは、パリーグも行っちゃいますか。うん、パリーグはですね、まずオリックスがイチロー、はい、イチローさんですね。で、はい、西武が松井稼頭央さん、でソフトバンクが、柳田選手、で日本ハムが田中、幸雄さんで、ロッテが西岡剛さんで、楽天が茂木選手です。うん、まあでもさ、そうやって勝手なこと、はい、勝手なことっていうかさ、ちょっと申し訳ないんだけど俺はちょっと違うな。まあ合ってるところもあるけどさ、はい、まずちょっとパ・リーグから行くけど、はい、やっぱりギーターが柳田、うん、これが一番打ってるとさ、うん、すごく嫌だよね、やっぱり。まあバッテリー嫌ですね。いやでも一番バッターかっていうとさ、うん、クリーンアップの選手じゃない、うんうん、それだったらちょっと違うんじゃないのっていう感じはあるし。あ、確かに。うん、でイチローっていうのもさ、はい、まあ確かに1番だよね、イメージ的には、うん、でも3番のことも多かったし、うん、でも純粋にいけば俺はオリックスとか阪急の流れを組むと、うん、福本さんだよね。福本さん、はい、いや、やっぱりさ先頭塁してるんだもん。でホームランもあったしさ。そっかそっか、そうですよね、うん、1番打者っていうのは塁に出てそれで走ってっていうことですもんね。まあ、ああ、そっか。で、まあ近鉄があった時代は、はい、やっぱ大石大二郎だよね。うん、どんな一番バッターでした、大石さんは。あ、やっぱりパンチ力もあったしさ、小さいながら。うん、だまあ足は特別速いしさ。うん、あ、だからいい一番バッターだと思うよ。はい。あ、だから田中幸雄っていうのは日本ハムで一緒にやってるけど、はい、田中幸雄一番というイメージが全くないんだよね、俺の中では。その田中幸雄さんってどんなタイプの？やっぱクリーンアップだよ。あー、そっかそっか。そのぐらいのバッターだから、それ1年確かに打ったことはあるかもわかんないけど、はい、まあ、それで一番バッターって言われるとさ、うん、確かに俺らはピンとこないんだよ。
で俺らの時代っていうのはやっぱこう白井であったり広瀬であったり、うん、まあそういう選手だったからね、そういうイメージが俺の中あるから、田中幸雄って言われてもピンと全く来ない、全く来ない。じゃあこれはちょっと異論ですね、うん、違うなっていうね。そうそうそう、だから俺がやっぱパリーグで最強の一番バッターって選ぶのはやっぱ福本さんだよね。ああじゃあ今までの中でも見た中でも福本さんってこと、今までも出てきてないってことですね、それを超える選手が。いやそれを待てよお前、セリーグがいるから、セリーグがあるから。はい、だからまあ行くよセリーグ。あじゃあセリーグお願いします。やっぱね由伸も良かったんだけど、うん、俺の中ではクリーンナップっていうイメージがあるんだよね。その中でいろいろジャイアンツでも一番バッターいた、例えば松本さんだとかね、はい、青い稲妻、尾形光一だとか、はい、いろいろいたよ、はい、だけどその中で俺は亀井を挙げるな。亀井選手、うん、亀井はやっぱりいい一番バッターだよ。おお、現役で選手を挙げてきましたね豊さん。ああやっぱ亀井のしつこさ、うん、簡単にアウトにならない、これは一番バッターの資質を持ってるよ、うん、あ淡白にするんじゃなくてってことですね、うんうん、で盗塁の技術がもっとあればね、うん、あいいんだけど、学生の時大体4番打ってきてる選手だから、はい、まあ、そこが育ってなかったんだよね、うん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 、ただバッティングはやっぱさすがだよ。おお、粘って粘ってそうそうそう、しいっていうとこですよね。おお、亀井選手、はい。で次に中日、うん、はい、中日って高木森光さんってさ、俺分からないんだよ、一番バッターがどう一番バッターでやったのかどうかっていうのが、はい、まあ確かにいい選手でいいバッターだったんだというふうには、うん、まあ、伝え聞いてるし、はい、それ異論はないんだけど、うん、ただ俺らがやってる時に、うん、彦野っていう選手がいたんだよ。はい、彦野さん、はい、いやらしかったんだよ。え、一番バッターで、あー、やっぱねパンチ力もあったしね、はい、で一番というこうなんていうのかな、先頭を切って出てくる、うん、そのガッツもあったしさ、うん、だから俺は対戦した中で中日の一番バッターって彦野が嫌だった。あー、実際に経験してるんですもんね対戦して。でヤクルト、はい、青木やっぱり、あそこはあれですか豊さん、一緒一緒。あ、青木はねしつこいもんで、なんとかしてくるよ、なんとかして出るっていうことですよね、塁に。そう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 、うん、だからすごくやっぱり嫌だよね。はい、で広島、もうここはね、うん、吉彦さんしかいない。あ、もう最初俺が入った入団した当時っていうのは、うん、吉彦さんって叩きつけるバッティングだったんだよ。もうとにかく内野安打でいいという、うん、バットに当てればなんとかなるっていうバッターだったんだけど、うん、途中から変貌して、はい、山内さんっていう人にバッティングを指導されてね、ホームランを打てるようになったんだよ。それまではシーズン打っても5、6本っていう選手だったんだよ。それが20本超えになった時から、すごい、いやいやらしい一番になったなと思った。やっぱ足もあるし、ガッツもあるしさ、うん、なんかその打線を牽引するという、そういう力を感じたよね。うんうんうん。だからすごく嫌だったよ。あ、そうなんですね。じゃあもうここは高橋義彦さんで異論はないと、うんうん、パップは。はい。で、うん、阪神です。俺はね、やっぱ真由美さんだな。真由美さんのあのバッティングはね、はい、やっぱ首位打者も取ってるし、ホームランも30本以上打つし、はい、それ考えると、いや確かに赤星っていうのは塁に出したらもう走られるとかさ、うんうん、余計な神経使わなきゃいけなかったけど、はい、真由美さんは盗塁する前にホームラン打っちゃうからね一人で1点取れる選手だったから。あー、それは嫌ですね。嫌だよ、またかっこいいのが出てくんだよ一番で。イケメンですもんね。イケメンなんだよ。いやだからそういう意味では俺はまあ確かに赤星も素晴らしい一番バッターだと思うけど、はい、実際対戦してさ、うん、やっぱあの阪神のダイナマイト打線、
あの1番バッターっていうのはやっぱ真由美さんと強烈だったよ1番。ああそうなんですね。1番真由美から始まったらやっぱもういきなりホームランから始まるんじゃないかなっていう恐怖があるもん。で DeNA でしょ、はい、そうです。まあ DeNA は数字から言ったら石井拓郎かなと思うよね。うんうん、はい。だけど数字から言ったら、はい、だけどだけど俺も捨てがたいと思うよ。いやそうですよ、俺めちゃくちゃ出塁率良かったからね。あのスーパーカートリオの1番を打ってた時ですよね。そう、いや、うん、まあ大体まあでも1番と3番と半々ぐらいかな俺は。だからスーパーカートリオの時はほとんど1番だったけど、はい、他はやっぱ3番打ったりだとかもしてたから、うん、まあ、なかなかこう1番、まあ1番というイメージが強いかもわかんないけど、はい、まあだけど俺はなんていうの、出塁率が良かったからね。ああでもそれって1番バッターのすごくだから必須条件というか。いやそうそうそう、一番大事なことはやっぱ出塁率なんだよね、うん、はい。だからそれを考えたら俺かなと思うんだけど。いや、まあ、そうですよ、数字から言うと石井拓ちゃんなんだよね。石井拓ちゃん数字から言うと、うん、俺も異存はないよ、はい、異論はないよ、全然異論はない、うん、石井拓郎でいいんだよ、うん、いいんだけど、まあ、まあねっていうまあそんな感じするけどね。ナンバーリーグの中でやっぱり1番バッター、うん、俺が体感してる中ではやっぱり高橋芳彦さんだよ、カープの。はい、ああ、うん、やっぱりやらしかった。うん、うん、芳彦さんがやっぱナンバーワンかなと思うよね。でパリーグは福本さん、うん、うん、で、どっちって言ったらやっぱ福本さんだよおお、やっぱりすごいんだ福本さんって。やっぱ福本さんってすごかった。すごいな。豊さんが今バーッと上げた選手、もちろんあとこの週刊ベースボールオンラインの選手とかももちろん1番以外も打ってる選手多いじゃないですか。もちろん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 。その1番打者、あなた今日から1番打者1番打ってくださいって言った瞬間に、まあ、豊さんもそうですけど、その他の打順とは違う何を考えて1番バッターはこうだっていうふうにバッターボックス入りますか？それはね、その選手の質による。あ、俺は初球は絶対よっぽどじゃないと打たなかった。あ、そうなの。まず見る、1球1番の時はまず見る、はい、うん、まず見て相手の組み立て、ボールの質、うん、そのボールのどういう状態かっていうのを全選手に知らせるために初球からは打たなかったね。そういう役割もあるんですね。あるある、うん、だから1打席目は俺大体フォアボールでいいと思って入ってるから。あ、ヒットじゃない、ヒットで出るよりもってことですね。うん、で追い込まれてヒットっていうのがベスト。あー、なるほど、追い込まれてヒットってことなんですね、うん、だから俺初球から本当に手を出したことってほとんどないと思うよ。1打席目はできるだけ粘って全球種を見せて、そのピッチャーがどういうこと今日状態で投げてるのかっていうのを全選手に見せるためになんか打席に入らなきゃいけないっていうふうに思ってたからね。でフォアボールで出て盗塁でアウトとかさ、はい、何やってんだっていう話だよね結局楽させんじゃないかみたいなバッテリーね、バッテリー時代だったよね。そうなんですね、はい、じゃあ、はい、豊さんが、まあ、福本さんがナンバーワンの最強の一番打者じゃないかっていうことですけど、豊さんが求める、じゃあ理想の一番バッターの条件をちょっとじゃあ最後に挙げるとすると、ポンポンポンと、まあやっぱりもう選球眼だよね。で出塁率だよね、うん、まあこの2つだよ。もうこの2つですか。まああとは、うん、足があればベストだよね。やっぱバッテリーを揺さぶれるという足があれば、うんうんうん、はい、あとはガッツかな。ガッツだ。決してそんなそのクリーンアップみたいな選手を求めてるわけではないってことですよね、一番打者に。まあそう、もちろん。でただね、やっぱり一番を打てるやつっていうのは3番も打てる条件を持っといた方がいいよね。あ、まあ、勝負強さだとか、はい、少しパンチ力があるとか、そういうのを兼ね備えてると、まあ、ベストな一番になる。ありました。じゃあちょっと皆さんが今度考える最強の1番バッターは誰かっていうのをぜひコメント欄に残してほしいですね。そうだな、怖いな、うん
まあ、俺は福本さんが圧勝すると思う。まあ、イチローもそうだろうけど、はい、あ、まあ、やっぱ福本さんって、うん、やっぱイチローっていうのが一番かな。多いかもしれない、ね、年代とかも考えると。でも、でも俺はイチローはなんか一番というよりも3番というイメージ。うん、まあ、3番も打てた選手だし、はい、まあ、1番が圧倒的に多いんだけど、うん、俺はなんか福本さんというイメージが好きなんだよね、1番バッターでね。1番バッター、じゃあ分かりました、はい、じゃあそのあたり皆さんちょっとコメントにぜひ書き込んでください。はい、はい。